新型ステルス潜水艦の開発を目指し、各部門、部のでの開発が進んでいるようです。潜水艦の次目であるソナー開発も日本では進んでおり、やはりアメリカも注目している部分だというのが分かりました。今回は新型魚雷の性能にも注目して話したいと思います。海上自衛隊では2021年、令和3年の就役を目指して、竜型潜水艦12番艦で、同型最終艦闘竜の準備を進めています。その、一方、竜型の次級クラスの潜水艦の開発も、すでにスタートしているのです。気の早い話だと感じますが、兵器は、一歩も二歩も、先を行かなければならないのでしょう。まだ名称も決まっていない新型潜水艦は、便宜上、3000トン級潜水艦と呼ばれる場合が多いようです。国防に関わるものですから、やはり、データの多くは非公開です。排水量については、竜型より、約100トン以上も多くなる見込みということです。3000トン級潜水艦は、2020年6月現在、3隻の建造が進行中です。その形状はもちろんですが、各種システムも、基本的には、竜型11番艦を雨竜艦以降の仕様を踏襲するだろうと、推測されています。ということは、3000トン級潜水艦の推進方式は、ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池併用になると考えられます。非待機依存推進機関は採用しないので、さらなるバッテリー性能の向上を図ろうとしているのでしょうか。開示の計画では、就役させる潜水艦数を合計25隻まで引き上げようとしています。これらの内訳は、実動艦が22隻、テスト用1隻、練習用2隻という構成で考えているとみられています。2020年6月時点の配備数は、合計22隻です。内訳は、親潮型が9隻と、双竜型が11隻で、これらは実動艦となります。親潮型2隻は、練習用の艦です。ここに、新規として、竜型闘竜と3000トン級潜水艦3隻が加わることになるのです。この4隻の新型潜水艦が全艦就役すれば、旧式の親潮型潜水艦の中で実際に稼働するのは7隻で間に合うという計算になります。というわけで、稼働させる予定の7隻は、耐用年数延伸のための改修工事を行う予定になっているそうです。まとめますと、予定している25隻体制の内訳として、竜型12隻、親潮型7隻、3000トン級3隻の合計22隻の実動艦、親潮型3隻をテスト用、練習用艦に分けて配置するという計画を立てていると推測されます。3000トン級潜水艦について紹介します。全体の外観は、竜型の延長線上で、X 字の艦尾の舵や、船体全部に設置されているセール部分など、先輩艦のスタイルを引き継いだ、踏襲したものになっています。2031年、令和13年頃になると予想されている、この3000トン級潜水艦の就役ですが、その時になれば、リチウムイオン電池の性能も向上すると思われますし、燃料電池の開発や実装も考えられますから、今まで以上に長時間連続して潜航できるようにもなるでしょう。また、航続距離も長くなることが予想できます。この3000トン級潜水艦には一見して、新機軸は
ほとんど採用されていないようですが、現行の双竜型雨竜、闘竜に応用された技術を一段と高めて、潜水艦としての完成度を向上させたものと言えるようです。何と言っても注目されるのは、その兵装ですね。新型の GRX-6 型超魚雷が実装されると予想されています。既存の他の潜水艦に配備されている現行の89式超魚雷も GRX-6 型に順に置き換えられていくことになると思われますが、当然の茂行きでしょう。この GRX-6 型超魚雷は深い場所で使用できることは言うまでもありませんが、比較的浅い海域でも使用できる長魚雷と見られています。特に囮となるデコイなどと本体とを識別する能力が飛躍的に向上した魚雷と言われているのです。デコイは囮のことですが、敵を欺瞞、騙すして本物のターゲットと誤認させる目的で展開する装備の総称の意味だそうです。歴史上のそよいでもこういった戦術がありました。有名なところでは、大開きで、楠木正成が、千早城の戦いにおいて、藁人形を兵士と見せかけたというエピソードがあります。三国志の石壁における、曹操軍から、10万本の矢を騙し取るエピソードは、映画、レッドクリフにも登場し、よく知られていますね。船に藁人形を乗せ、兵士と見せかけて、わざと矢を威嚇させ、その矢を奪ったという話ですが、この場合の藁人形も、デコイの一種と思われます。今後、海上自衛隊の主戦場になるだろうと考えられる海域は、今までよりも浅い海域にシフトしつつあることが明らかになっているようです。同時にそれに対応して、戦術面でも、新しいものを感じさせるものになっているようです。2019年、令和元年6月、幕張メッセで開催された催しでは、この3000トン級潜水艦の次級潜水艦のコンセプトモデルが、早くも提示されました。これまた、なんとも気の早いことですね。影形もない3000トン級の次ですよ。予算も、それに合わせて、全ヘマへと見積もっていってるのでしょうか。このコンセプトモデルの外観イメージが、注目を集めたそうです。というのは、建造元である三菱重工業が公表した、コンセプトモデル潜水艦のスタイルが、想像の上を行くものだったからです。多くの人が、これまでの、竜型や後継艦である、3000トン級艦に似たデザインと予想していたはずです。しかし、それらとは、全く異なるデザインテイストでした。具体的に説明します。これまでよりミニサイズになったセイルが、船体のより後方に移動し、フォルムも、はっきり流線形と言えるデザインになっています。一見すると、ロシア製の潜水艦に近いと思われるフォルムなのです。従来の通り、X 字舵が艦尾に設置されていますが、これまで使用されていたプロペラ型スクリューがなくなり、ポンプジェット式推進システムになったことで、静粛性をさらに高めることを目指しているように見受けられます。ポンプジェット式推進方法は、現状では、アメリカやロシアの高出力源泉だけが実用化している技術です。源泉だけに使用されている、この方式を、通常動力型潜水艦の推進方式とできるのか、どれぐらい有効活用できるのだろうかという疑問なども考えられますが、今後の課題ということになっているようですね。幕張メッセで公開されたコンセプトモデルは、あくまでも現在時点でのイメージのはずです。となると、果たして、実際に、
どこまで艦艇建造に実現されるのかは、不明確な部分が多いのではないでしょうか。しかし、現行型からは大きく進化していくことは間違いはないと思われるのです。ここで、世界の情勢を今現在改めて考えてみます。最大の仮想敵国と目している中国は、すでに原子力推進型と通常動力型2種類の潜水艦を70隻以上も保有しています。言うまでもなく、日本との数の差がますます広くなっていることがお分かりでしょう。すでに水上戦闘艦の数でも、日本は中国海軍に大差をつけられています。こうなったら、数で対抗する戦術はすっぱりと諦め、ステルス性や探知性能などの技術の向上、兵装の性能向上などを武器として立ち向かうしか残された方法はないように思われます。このような状況を踏まえた上で、省力化を目指し、人間に依存する潜水艦の運用方式を改めるため、いずれ実用化されると思われる無人潜水艦の開発に、力を注いでいく必要性が高くなっているのではないかと考えているところです。